ドライバーズタイトルは VX レーシングのファブリツヨ・ジョバナルディが獲得した。2008年のハイキュー MSA イギリスツーリングカー選手権はイギリスツーリングカー選手権の51年目のシーズン。ハイキューがタイトルスポンサーとなった初めてのシーズンであった。ファブリツヨ・ジョバナルディが自身2度目のタイトルを獲得した。2008年3月12日。 BTCC のオーガナイザーは2008年シーズンの公式エントリーリストを発表した。前戦がイングランドで開催された。2008年シーズンも10戦が行われ、それぞれで3回の BTCC ラウンドが開催された。シリーズ主催者から暫定カレンダーが発表された。BTC レーシングは3度のエンジン交換で全ポイントを失った。 チームユーロテックは3度のエンジン交換で10ポイントを失った。チームエアクールとチームハルフォーズは4度のエンジン交換で20ポイントを失った。BTC レーシングとチームユーロテックは3度のエンジン交換で10ポイントを失った。チームエアクールは4度のエンジン交換で20ポイントを失った。ありがとうございます。